おーい、同じクラスの井川だけど。おーい、矢野、いるなら出てくれ。おーい、矢野。何か用ですか？おっす。いや、お前が休んでる間に溜まったプリントとか届けに来たんだけど。それなら郵便受けに入れといてくれれば結構ですから。ついでに来週の試験範囲も伝えとけってお達しでな。わざわざ来てやったんだぜ。悪いけど少しだけ邪魔させてくんねえか？ちょっと待ってください。どうぞ。なんだ、割と元気そうだな。もうそろそろ授業に出てこれるんじゃねえの？先生もみんなも心配してるぞ。そうですね。帰れオーラ出てるよ。相変わらず人を寄せつけないやつだな。数学は教科書のここから。無口で不愛想で友達もいなさそうだし。フランス革命のあたりを重点的に出すって。そうですか。普通にしてりゃ可愛いのにな。できればもう少し喋りたかったけど。長居するのも悪いから帰るな。ちょっとその前にトイレ貸してくんね。ここか？その部屋じゃん！おぉ！なぁ！これは！なんじゃ！なんじゃこりゃ！これは違うんです！すっげぇ！タイガーシリーズの DVD 全部揃えてんの？これはグリーンベルのフィギュア、しかもショップ限定版じゃん。あの井川くんはこういうの詳しいんですか？おお、俺に漫画やアニメを語らせたらちょっとすごいぞ。そういや、昨日のタイガーシーズ見た？見ました、すごかったです。昨日はキャラクターの星野さんの作感で全体的にしっかりと書き込まれてましたけど、それ以上に戦闘シーンの感想を聞かせた作画が劇場作品の魅力を引き出して本当に神がかかってて、あと主人公の新檜山とライバルの赤い星成弘が実は兄弟だったという伏線が嫌おうなしに燃えて、私もうどうにかなっちゃいそう。今年の新刊はもうこれで決まりですね。そっか、こっちが矢野の素顔。あ、すみません、私なんか一人で舞い上がっちゃって恥ずかしい。いや、俺も専門的なことは詳しくないからさ、よければもっといろいろ他にも教えてくれよ。思ってたより可愛いじゃん。そう、もうこんな時間か。悪いな、病み上がりなのに長居しちゃって。あの、よかったらもう少しお話ししませんか？構わないけど、休まなくて平気か？ああ、それは大丈夫です。それじゃあお茶入れ直してきますね。うん、サンキューな。さっきから気になってたけど、あれってスケッチブックだよな。ひょっとして絵とか描いてるのか？さすがに勝手に見たらまずいか。いや、でもちょっと覗くくらいなら。ダメです！うわあ、とととととと。これって男同士のヤオイってやつ？ダメです！おお、これは入れちゃってるの？ねえねえ、繋がっちゃってるの？っていうか、これさ、どこの穴なの？ヤオイ穴。見られた！軽蔑された！絶対！すげえな、ヤノ！え？いや、マジでちょっと感動した。あ、俺もアニメとか好きだけど絵はまるで描けないからさ、描けるやつって尊敬しちゃうんだよな。嘘ですよ、そんな。授業サボってこんな絵描いて気持ち悪いオタク女だって思
全然。あ、盗み見ようとしたのは謝る。ごめんなさい。まあ、でもな、隠すほど恥ずかしいことじゃないと思うけど、誰だって妄想くらいするし。しない方がおかしいだろ？男なんて四六時中エロいことばっか考えてんだぜ。あ、エロとかヤオイとか置いといて、頭の中の画像をこれだけ上手に絵で表現できるってのは、すげえ、才能だろ？ありがとうございます。ちょっと待て、授業サボって書いてたって？あ、病欠じゃなかったのか？実は、その…書き始めたら夢中になっちゃって。とにかく授業には出ろよ。うん。あと、エロスはほどほどにな。うん。しかしまあ、改めて見ると笑えるな、これ。おかしいですか？やっぱり。ああ、そうじゃなくて、形がね、変というか。形？ほら、これ、男のあれの形が。うわっ！実物はこんなに尖ってないし、割とグロいよ。だって見たことないし、想像で描いたから。おいおい、矢野くん。授業サボってチンコのことばっかり考えてたのか？もう、意地悪です、井川くんは。なんなら、参考に俺のを見せてやろうか。なんつって。いや、つまらないものですが、せなんだそのキラキラした目は。こういうのは、むやみに見せたり、見たりするもんじゃねえの。矢野だって人に見せるのは嫌だろ？それじゃあ見せっこしましょう。はい。開き直ったオタクは怖いですよ。アオくんは意地悪です。人のこと散々エロだのスケベだのインナーだの言いたい放題。見た目ウケっぽいのに。ウケって、とんだ S 野郎ですよ、まったく。でもさ、それを言ったら矢野は淫乱ド M 女って感じだよな。それはまあ、否定しませんけど。否定しないんだ。でも、井川くんのおかげです。あなたのおかげで、私、もっとリアルなおちんちんが描けます！そっちかーい！